そこを出ると平次の足は同じ町内の地主藤屋万兵衛を訪ねましたが、これは55歳という見る影もない老人で、いやもう天罰てきめんじゃ。あの女は背負いきれないほどの罪を作っている。人手にかかって死んだというが、私は下手人を買って出てもいいが、自害と決まっては張り合いも抜けるよ。自分の罪に責め立てられてふらふらと死にたくなったんだろう。そんなことを言うのです。平次はそれをいい加減にあしらって、今度は新両替町から竹川町へ向かうのです。親分、どこへ行くんです？下女のお先の親類と師匠の用心棒でいとこの純八の仕事部屋だよ。さよぎ師匠はやはり殺されたという見込みで？いや、自分の手で合口の塚頭を握って自分の喉に突っ立てているんだから、間違いもなく自害だろうよ。でも俺にはどうも腑に落ちねえことがあるんだ。どんなところですよ、親分。ああ、もう少し付き合ってくれ。左右菊はどう考えても自害などをする方の女じゃねえんだよ。炉の中には小判で5〜60両隠してあったし、あの女は利口だから他にどこかへ回して利に利を生ませていることだろう。そうでしょうか。じゃあ下女のお先の叔父で受け人になっているのはこの荒物屋じゃねえか。芝口三丁目の裏の小さい荒物屋。平次はそのうちを訪ねて下女のお先のおじという年寄りに会いました。めいのお先はいろいろの用事で昨日昼ごろから参りました。帰りは夜になるが、同じ芝口二丁目の仕事場に小四つを合図に純八さんを誘って一緒に帰るから少しも心配なことはないと申しましてな。その頃の江戸の町は宵からはもう若い女一人では歩けなかったのです。連れになる純八は何をしていたんだ？注文のわらじが忙しかったそうで、あの人は目黒在の百姓の子ですが、昔はなかなかのいい男で、若い頃は左右菊師匠の許嫁だったそうですよ。20歳過ぎの宝刀であの通りの顔になり、今では自分から引いて左右菊師匠の許嫁面もせず、昔の用心棒で我慢しているからです。考えてみるとかわいそうで、もっともあのわらじは大したもので、あれは全くの名人技ですね。指の力があってよく締まる上に根が器用な人で、いかにも仕上げがきれいですから、お大名のお国入りの行列などがあるとたくさんの注文があります。高輪の問屋は一手にそれを引き受けるので、私どもなんかは欲しいと思ってもなかなか回してもらえません。昔の旅人にはわらじは何より大事なもので、わらじ作りの名人というものがどこの国にもあり、それは実に美術品と言ってもいいほどの美しいものでした。その上出来の良いわらじは持ちもよく見た目もきれいなので、旅慣れた人はわざわざそれを求めて街道筋に踏み出したのです。その純八のこさえたわらじを見せてもらいてえが、ここにはございません。芝口二丁目の仕事場へ行ったら一足や二足はあることでしょう。平次はその他にもいろいろ尋ねましたが、お先と純八はただの商売で何の関係もなく、お先は片一方の出戻り、純八は江戸一番の武男で、これは浮いた関係でないことは言うまでもありません。お先が帰ったのは増上寺の鐘が四つを打ったのと一緒でした。あれから純八さんを誘っても道順ですから、干物町へは四半時ともかかりません。それが荒物屋の親父から出た全部です。そこからは一二丁離れている純八の仕事場も覗いてみました。大きな雑穀屋の裏、土蔵の後ろへかけた庇の中が純八の仕事場で、藁がいっぱい積んであり、熊手や藁打ち台や藁地作りの小道具がむしろの上に整然と置かれてあります。平次に頼まれて雑穀屋の老番頭が立ち会ってくれ、何かと説明をしております。あの純八という人は
宮相撲の大関を取ったというにしては至極の固い人で全く関心な男です。昼はここで仕事をして、夜は干物町のいとことかの家へ用心棒に泊まるのだそうですが、勝負事は嫌い、遊びは嫌い、もっともあの顔じゃ干物町からは近い安比国だって相手にしてくれません。そんなことを言うのを聞きながら、平次はなおも仕事場の中を調べております。仕事が夜になることもあるでしょうな。月に一度か二度そんなこともあります。ゆんべも昼から仕事を続けて四つ過ぎまで明かりがあったようで。明かり？寒い時は火鉢を持ち込みますが、火が危ないので大抵は暗頓にしてもらいます。これが純八のこさえたわらじでしょうな。平次はわらの上に乗せてあった20足ばかりのわらじを取り上げました。いかにも手際のいいわら仕事です。昨夜四つまでかかってこしらえて、まだ高輪の問屋に届けずにいたものでしょう。それだけのわらじを作るものはめったにないそうで。およよ。平次はわらの底から一つの粗末な財布を引き出したのです。紐を解いてむしろの上に開けると、中から小判が15、6枚、小粒で2、3両。大した金持ちでありませんか。いや、それぐらいの金は持っていますよ。その辛抱人の純八が金を持っていなきゃ不思議なぐらいで。なるほどね。灰も何にもついていねえから安心しろよ八。平次はそう言って財布を元の藁の中へ隠しました。番頭に分かれて外へ出ると、八五郎の耳に、おめえはこれからすぐ目黒財の純八の家へ行ってみろ。先月おめえが代わりに干物町の用心棒をした時、純八は本当に伊勢へ行ったかどうか、それを知りてんだ。え、すぐ行ってきましょう。今夜は遅くなっても用心したい。うん、返事は今日のうちに聞きて。頼むぞ。第六章。八五郎が目黒の財から明神下の平次の家へ戻ってきたのは、その晩も真夜中近い時分でした。一本つけさせた平次はそれを迎えて、さてどうだ、純八が伊勢へ親のようで行ったのは嘘だろう。その通りですよ親分。目黒財の純八の親の家へ行って聞くと、先月の末10日ばかり、純八は不意に家へ帰ってきて、いるもしねえのに六将の手伝いなんかして行ったそうです。なんだってそんなことをしたんでしょうね。江戸を開けたかったのさ。そうしておめえを左右菊の用心棒にしてやりたかったんだよ。伊勢へ行ってくるにしちゃ少し早すぎると思ったが。え？まさかおめえが目黒まで調べに行くとは思わなかったことだろう。これだから調べ事は手を抜いちゃいけねえな。平次は自分へ言い聞かせるように言うのです。一体どうしてそんな細工をしたんでしょう。わしには少しもわかりませんが。はじめから話してみよう。干物町の左右菊の死んだのは、あれは自害じゃねえ。立派な殺しだったんだ。どう見たって自害じゃありませんか。自害なら自分の部屋で踊りの師匠だもの、膝ぐらいは縛ってきれいごとにやるよ。稽古舞台の板敷きの上で普段着のままで死ぬものか。それに合口の鞘が2軒も遠くへ飛んでいるのも変だし、血が襟から胸へ流れて板敷きに血だまりのねえのも変だ。あれは死ぬまで立っていた証拠だ。武蔵坊弁慶じゃあるめえし、そんなことはできるもんじゃねえ。死ぬまで立って？誰か後ろから押さえていたんだよ。猿器をかませて。顎から上に血のついてねえのはそのためだ。合口の柄を左右菊の手に無理やり握らせて、男の大きい手のひらがその女の華奢な手のひらの上から合口の柄を握って喉へ突っ立てたんだ。それは凄まじいことでした。八五郎も思わず息を呑みます。合口の先が下の方を向いて上から逆手で突き下げたようになっていたし、合口の歯は横を向いていた。恐ろしく力の強い背の高い男が女の背後から抱きつくようにやった仕業だ。ひょろひょろの友吉やぶよぶよの松五郎じゃねえ。すると純八？あの男だよ。いとこの左右菊におもちゃにされて悔し紛れにやったんだろう。あんな木一本の男は怖え。左右菊はいろいろの男に狙われていることをおめえに見せておくために、
伊勢へ行くと言って留守にし、さよ菊に言い含めて御用聞きの八五郎に泊まってもらい、さよ菊を殺しそうな人間を三四人見せておいたんだ。へえ。さよ菊には殺し手が大勢あることを見せておけば、自害でねえと分かっても純八へは疑いが来ねえという細工だろう。あの晩は急ぎのわらじの注文で芝口の仕事場にこもって四つまで仕事をしたと言っているのに、今日行ってみると作ったわらじが20足もきれいに用意してある。仕事場にこもると見せて5つ半少し前に抜け出し、さよ菊を殺して仕事場に戻り、四つに誘いに来る約束のお先を待ったんだ。へえ、恐ろしい細工ですね。いとこのさよ菊はあのみっともねえ男の純八の許嫁だったんだ。亭主だったかもしれねえよ。あんな顔になってもまだ自分に夢中なのを知って、さよ菊は犬っころをからかうようにめちゃめちゃにからかっておったろう。どんな臆面もねえ恥っかきなことをしたか分かったもんじゃねえ。当までされてお預けを食らった純八は、さよ菊の身持ちを見せつけられていよいよ我慢がなりかね、殺す気になったんだろう。さて、人を殺す気になったらやはり自分の命が惜しい。一月もめえからおめえというものまで引っ張り出してあの献立をこしらえ、自害で済めば上々、万一殺しと分かっても自分は逃れる気だった。不定野郎ですね。すぐ出かけて行って。八五郎は生きり立つのです。待て待て、俺は芝口から帰り紐の帳を覗いてみて純八につまらねえことを言っちゃったよ。芝口の仕事場を見せてもらって八五郎を目黒材のおめえのうちへやったとね。純八の顔色はさっと変わったから、これはしまったと思ったよ。今頃はもうどっかへ逃げ出してしまったこったろ。おやめ、それわざわざ逃がしたようなもんじゃありませんか。とんでもね、御用聞きがわざわざ人殺しの下手人を逃がしていいもんか。でも俺はさよ菊の方がよっぽど罪が深えと思うよ。閻魔の蝶の天秤はピンと上がるぜ。まあ飲むがいい。まだ酒は残っているようだ。平次はとっくりの尻を撫でてきな臭い顔をする八五郎を見上げるのでした。野村古道作、銭形平次捕物控えより、用心棒書室オール読み物、昭和27年1952年10月号より読み切り。